高級な、お買い物。幸せの茶色の豚さんは、今日もいつものところにいます。街を歩いていると、黒いミサさんが、エコエコ、アザラク、と言いながら、私を追い越していきました。世は、エコの時代です。今朝は、この光景を見て、悲しくなりました。時の流れは、悲しいこともあります。こんな日は、買い物でもして、気分を変えましょう。そこで、ローソンストア100に行きました。LED、フレキシブルライトを、買いました。USB に挿せば光るようです。ノートパソコンのキーボードを、照らすのが、主な仕事のようです。チップ型 LED を、2つ搭載しています。そこそこ明るく光ります。部屋を暗くして、ノートパソコンのキーボードを、照らしてみました。照らす範囲は、広いとは言えません。補助的な、明かりとしては、役に立ちそうです。